さあ、もうね12月の13日ですから、はい、もう正月番組年末番組ね、うん、並びにもうどん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 入ってきて、はい、考えたらもうあっという間にもう日がないんですよね、うん、やれここで忘年会だ、これも仕事やとか、はい、やれここでなんとかとか、うん、トヨタカップとかもう入ってきます。昨日からもう始まりましたけどね、うん、はい、私の場合トヨタカップがありますから、もう考えて夜夜な夜な、のんびりしてる間もなく、はい、で今度、三択で平泳ぎを泳ぐんですけども、はい、その北島康介選手の記録に挑戦ということで、はい、いけそうですか？あのね、私自分を舐めてましたね。これあれ初めて弱気になりました。弱気というか、考えたら20年 まともに泳いでないんですね。はい、20年、はい、で私あの1ヶ月だけスポーツジムに入会しまして、一月だけの入会っていうのがあるんですよ。入会したすぐ脱退、の書類も書かなきゃいけない。一月は自由なんですよ。お金一応払って入会金と一月分のお金払って、ジムに行って、はい、でまあ自分ではまだ若いとか、はい、まだまだいけるとか、はい、思って、北島がだいたい25メートルを12、3秒で行くらしいんですよ、はい、オリンピックなんかの水泳のね、はい、12、3秒で行くと。で俺で昔パッと測った時17秒ぐらいで行ってたんですよ、うん、30歳の頃、はい、ほんでスポーツジムの人がびっくりしちゃったんですよ、はい、ほんでそんなすごいんですかって。で俺は実は小学校の頃日本記録作っとんねんいう話をして、こけてました。とかでごっついリアクションしてました。してない。いやさそうでしょうねとか言うて、水泳の道でも成功の成功なんでしょうねとか言ってよいしょって入れながらね、ほいでね、いっぺん払ってみようと思って、はい、測ったんですよ、はい、で、ザーッと泳いで、はい、バーッとたら、あ、間違うてるわこれ記録、はい、こと計おかしいのか、すいません、これあれ、2目盛りで1秒って言うて、はい、1目盛り1秒ですって言って、え、これ早いんちゃうのか秒数これ、はい、いや、早くないはずですけどもって、はい、30秒かかってるんですよ、25メートル。いや、でも早いじゃないですか。早い、びっくりじゃないですか。うん、じゃあ俺は、17秒で。そうですよね。いや、17秒で、今、ね、おっさんですよ。いや、だから、そこ、おっさんなんですけど、はい、そのおっさんいうのを忘れたわけですね。それで、はい、もっぺんやってみよう思って、はい、やってもやっても、もう30秒近いんですよ。はい、これあかんわ思って、いろいろ言い方を変えてやって、昨日最終調整行ってたんですけど、はい、25秒まで縮めたんですよ。すごい。いや、それ全然すごくない。25秒、北島康介12秒。いや、でも考えたら1秒に1メーター行ってることですよ。これ相当早いですよ。いやいや、早くないでしょ。俺17秒で行ってても、いや、それだから、難しいですよね。難しいでしょ。ほら、おっさん1メーター1秒って早いし、めちゃめちゃ早いと思いますけど。いや、ほいで、いやいや、それでも俺は北島康介で、木村拓哉やからね。ああ、木村もあいつもう必死でやれるから、こういうことになると。あ、向こうの、まあ、まだ聞いてないんですか？まだ聞いてない。ほいで、三択が結構俺がスポーツの部門では勝ってるんですよ。はい、はい。ほいで、あいつはもうそれがもうすごく悔しいんですよ、普段の周りは。勝ててないけど、はい、ね、勝ってるけども、なんでこのおっさんだけにこう勝てないんだろうとかいうなんか歯がゆさがあるので、あいつ必死に来るんですよ。あいつはパドリングの稽古してますから、サーファーですから。はいはいはい。で結構早いと思うんですよ。でも全然読めないんですよ。でお互い今最後は競争しますから、はいはい、これどっちぐらいが、あいつがどれぐらいの秒数で平泳ぎ来るのか、はい、これのフジテレビの、その、昔北島と争ってた、うん、やつがいるんですよ。鈴木って言って、今若いディレクター、北島と同い年で、はい、まあ AD なんですけどまだね、うん、だからこの間庄司とかも出た番組の AD もやってました。あの鈴木っていうのはもう元々、オリンピック候補生の、候補だったわけですよね。見えませんね。全然見えない。マジですか。
うん、だからお前のチャープリンをあのケラケラバカにして笑っとったやつですね、チャープリンで、ね、やったんですよ、この間。でも考えたらでも楽しみですね。いや素人はどれぐらいで、いやいや、25メートルを泳いでくんのか、全く、俺はだから30歳までは素人レベルでめちゃくちゃ速かったんですよ。平泳ぎですからね。平ですからね。クロールってますからね。そうそうそう。俺クロールは普通の人と同じですが、平だけが速かったんですよ、昔から。だからクロールよりもひょっと平の方が速いかもわからんね、私は。ただまあこの間、その25メートル、25秒に、まあ、縮まったんですよ。もう1、2、3、4。4回ぐらいプール行って。うん、この5秒いったらでかいですからね、水の中の。うん、もうね、測るの嫌やったんですよ、ずっと。うん、もうこんなね、秒数かかるのが、うん、もうみんなも嫌で、まあまあ、でも泳ぎだけちょっと、食っとこうと思ってやってたんですけども、うん、これ最後測ったの思って、測ったら25まで測って、もう25やからね、うん、北島康介に勝ったらどないしようって言ってるらしいの、トークで俺、オフ気味に。オフ気味。買ったらどうしようかなって言ってるらしい。それも立てずにね。北島康介に買ったらどうしようじゃないしに、買ったらどうしようかなって。みんながもうどうせんでもええやんかいう話があったらしいんですけども、とにかく小学校の時に日本記録作ってる未公認ですけど、作ってる男ですからね。だから、とにかくええとこ見せなあかんと思うから。けどええとこも見せられず、画面上、すごかったらわーって言うけど、おっさん泳いでるだけやんっていうのものすごい嫌じゃない。でも考えたら、水の中のあの速さってのはあんまり伝わりにくいですからね。そうやね。そうですよ、ね。だからもちろん北島の記録作った人形なのか、あ、横で CG を足すのか知らんけども、でも、10秒、それ5秒空いたら、もうとんでもなく開くわけですよ、25メートルで。あ、そっか。そやね。だから半分ぐらい開くで、北島とやっぱり、25メートルドーンと行ったって、プールの半分開くね、あいつら。すごいやん、すごいってすごい。一番、まあ、世界一やからね、近所の水泳名人がないから、ただね、もう、この間行ったらいっぱいだったんですよ。おじいちゃんとか、おっさんとかも、うわーと思って、ほんで、早く、泳ぐコース、要するに、マイペースで泳ぐコース、ほいで、一方通行コースって、2レーン使って、一方コース、一方通行コースがあるんですけど、で、もう空いてなかったから、ここの、マイペースで泳ぐコースに、ほんで、バッて行ったら、おじいちゃんみたいな人がいててね、はい、ほいで、もうちょっと秒測ってたんですよ。ほんだら、おじいが後ろから来て、俺が25で、はぁはぁって休んでたら、早いと思ったら、さんまさんかとか言って、もう言ってくれたのが、すごい、もう慰めで、おじいちゃん抜くからね。で、なんかすごい早いやつがいると思ったら、やっぱりさんまさんか言うて、あの、わけのわからんこと言うて、だから素人レベルでは、まだ早いかもね。早いと思いますよ。かなり。いやー、17秒で、やっぱりもう20年で8秒も落ちてるわけですからね。8秒。だから、25メートルで8秒ってとんでもないですよ。とんでもない、ことですよ。いや、でもそんなもんですよ。だって、小学校の時でしょ。小学校の時。僕今、丼で一杯しか飯食えませんからね。昔、味噌汁かけて5杯食べてたんですよ。すごい。味噌汁で。いや、そんなんじゃん。そんな、アホ修行になる。いや、アホ修行じゃなくて。だからもう、すべての部分で、筋もね、筋肉も、やっぱりだいぶ落ちてると思うんですよ。まあ、やっぱ53ですからね。考えたら、ほら、マスターズなんですよね。ゴルフで言うと。もう、普通の、レギュラーのね、要するに、大会は出られずに50歳以上はマスターズっていうね、おじいちゃんの戦いですよね、要するに。だからもう中島さんですからね。中島とか尾崎とかね、グレッグ・ノーマンもマスターズ出てますから、もうその辺のレベルの年になってきてる。どうしようって思うんで、これ。いや、でもこれ考えたら、まあ、勝ち負けの勝負やから、ね、相手の木村さんがどれぐらいのものを今出してるかですよね。だからなんぼなんでもあいつも素人のハイレベルやろから。そんなに速くはないですね。いや、パドリングってすごいね。いや、それは板の上あってからじゃないですか、こうパドリングはね。でも、あれまた違いますから。
せやね、まあまあ水をかいてこうして、はい、なんかちょうだいっていう方式でやるらしいんですよ。なんかちょうだいと。だから、その辺の泳ぎっぷりをあいつは多分、あいつコーチとかに聞いたり、あいつも前日からもう、一週間前から乗り込んだりとか平気でやるよね、あいつも。まあ言うたってね、向こうはいろんなもんつけるけど、あんた何でも我流やもんね。マジで、まあフォーム汚い。まあ、早かってもいやらしい。あの、綺麗さがないよね。本当に、人に教えてもらうのが嫌いやから。嫌いやからね、さんまさん。人生で人に教えてもらったことないんです。すべて我流でしょ。あの、テニスも何もかも、あれ人に教えてもらったことないんですよ、あれ。だから、教えてもらう人がすごかったらええで、あのゴルフやったらウッズとかノーマンがさんまちゃん教えてやるよって言ったら、あの言うことを聞くねんけど、こっちからお願いしますって言いたくないのと、で日本のアシスタントコーチとかよくあのね、インストラクターとか、これ俺より下手 やるなとか思い込んでしまうんですよね。ほんで、そんな人の言うこと聞かれへんやんか。ほんで、やっぱりたまにゴルフ練習なんかでも、インストラクターの人が後ろから見て、なんか言おうとしてるんですけども、もう言わさない空気を醸し出してるんですよ。だから、いいですねとかばっかり言うと、そいつらも。そういうんで、よいしょ好きなゴルフインストラクターいるんですけども、そんな球筋欲しいなとか、わけのわかんことかじゃなくて、アマチュアの球やん、ほう思いつつもやってる。だからもうコピーしかないんですよ、スーパースターの俺は、あのホームはね、だからあのテニスはね、マッケンローなんです、実は、あの俺が番組とかテレビとかでやってるテニスはあれマッケンローなんですよ、マッケンローに、要するにレンドルという、選手がいたんですけど、そのレンドルのスピンはレンドルなんです、あれ。まあ皆さんそんなこと言ったかで何が何だかわからないでしょうけども、そういう風にしてる。まあ聞かない。唯一言うこと聞く言ったら、まあバストの大きいホステスさん。あとの人の言うことは聞かないからね。もうバストのどでかいもうホステスさんの言うことしか聞かない。すごい力持ってるんですね。ね。ね、それあほんま確かですから、やめてってやめるもん、言うこと聞くんだ、そこは今、ご飯食べてもちょっとやめてとか、あのおトイレ行ってくるからちょっとやめてとか、そういう時はおーっていい声で聞きますが、バットの大きなお姉ちゃんがゴルフうまかったら俺すっごいうまくなってる。確かにだからね、我流って限界があるから、これから我々が60、70とか年取っていってまたゴルフするとしたら、じゃあ俺も庄司もやれんけども、やっぱりね教えてもらわなきゃダメなんですよ。年取ったぐ、あのタイガー打つとあれ年取ってからでも OK なフォームを今作ってるんですよ、あれ。へだからすごかったね、1、2年デビューして1、2、3年ってすごかったでしょ、はい、打つすごいなこいつっていうのをやめて、あいつが50、60でも優勝できるようなフォームを今作って完成に近づいてるんですよ、あれ。へすごいことや。だから1年間全不調やと言われて、6回も優勝してますけど、わけわからんやつ男ですけども、すごいの。だからあれは年取ってからでも触れる。だからひょっとしたらドライバー、あいつはもう80ぐらい削ってるはず、50ヤードから80ヤード落としてるんです。でナイキのウッズの専門のドライバーは飛ばないようにしてありますから、高校生だけに。だからもうとんでもないってことはそれだけでも分かるんですけども、わざわざ飛ぶぞとか、あの石川遼飛ぶぞとか言うたって、ウッズなんてもう抑えてるんですから、飛ばないように作ってるっていうのが。すごい。いや、すごいすごいすごい。だから、ああいう風になると、打つでももう、要するに、あの、スイングを調整して。それ自分でやるんですか？いや、もちろん向こうはもうとんでもない。1時間何十万のコーチ、つけてあるからね。似てる。これ、何あの、そこの棒。あの、お前、いや、あの、あんまり笑わさないようにしてるやんか。これ、だから今、クスって言わなかった？打つと同じ方式や。
やっぱり長い間やるためには、70、80まで、俺、やれるために、こう、あんまり笑わさないようにしてるっていうの。俺、うつや、うつ。抑えて。方式が一緒なんですね。いや、うつやなこと。お前、優勝してないやん。な、言わんといて。それは言わんといて。大ベテランやのに隅っこに追いやられて、お前。なあ。だって物言えへんのに真ん中におったら邪魔でしょ。あの人喋らんわ、真ん中におるわ。目障りやわ。で、これとね、お笑い、要するに、27時間でやった向上委員会ってあって、みんながモノマネして、はい、青舞台とかやれ、はいはい、アシュラマンとか、ビナイタショカール・ルイスとか、あれをまた年末に全員集まって、みんなモノマネ、やったんですよね。あいつ、柳原かな子ちゃんっていう、やすは。うまいよ。うまいね。研究寝てきてましたよね。寝てきた、寝てきた。本当にびっくりした。やすはちゃんとモノマネしたり。ほいで、まあ、ね、石井ちゃん、和田、泉谷しげる、関根さん、和島光一とか、小坂井和樹は、草むらに眠ってるテニスボール。3年間眠っていたテニスボール。やったり。で、おぎやはぎはリーマンブラザーズで兄弟だって。リーマンブラザーズです、言うて。お前誰やねん、リーマンブラザーズは。沼田です、言うて、金髪やのに。沼田です、というギャグとかやりながら。で、チャープリンちゃんがね、コントでやってたから、ね、今年の、うなぎの稚魚が耳に入って、耳が遠い、聞こえない、チャープリン言うて、東映の大部屋の役者さんの、まあね、誰もわからないので、俺が、年王子はね、わかってるから、それで、なんか着物着て、要するに反転着て、ほんなら、みんなの大部屋でみんな集まってるらしいんですよ。はい、ほんなら、山崎、あいつの、この山崎、いるでしょ、アンタッチャブル。アンタッチャブル、はい。山崎が三宅さん読んで、すいません、三宅さん、庄司さん、あれ誰やってらっしゃるんですかって、すいません、先輩で失礼ですけど、誰を、僕らね、もし絡むことあったら誰って呼んだらいいんですか言って、三宅さんとか相談来たらしいんですよ。庄司さん、着物着てらっしゃるんですか、あれ誰ですかって、いや、チャープリンって言うんだよ。チャープリンさん。あれどうしたら、君たちも構わなくていいから、さんまさんが、でも、何をするか、君たちは、庄司さんに絡まなくて、そうですか、庄司さんに僕たち絡まなくていい、絡まなくていいから、だから、うなぎの授業が入って耳が遠い、耳が聞こえない、役だから。はぁ。要するに、一発で終わるんですよ、その触りは。そうだと思う理由は。2時間番組の5分だけで終わる、シャープリンちゃん。喋れなかったのに、マジで。横の先生、来られて、釘刺された。お前喋るなよ。すっごい。すごいしんどいで。だって、収録台で4時間ぐらいかかる。4時間。こいつずっと、言って感じですから。まだ稚魚取れてない。まだ稚魚取れてません、言って。そういうのがまた、年末にお送りしますので、楽しみにしていただいて。MBS ヤングタウン明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。の高橋愛斗。道重さゆみです。全略のコーナー今日はなんか前に太田が新婚旅行に行ってきたチェコ、はい、チェコの寒かったらしいですよ。寒いやろなチェコな。寒くて肩が凝ったって言ってます。ここで今なんか針打ってるらしいです。寒すぎて嘘こうやってことになるんですよ。要するにヨーロッパの寒さちょっと日本ちゃうからね。日本の北海道の寒さと、まあ、緯度とか同じぐらいやねんけど、ちょっと寒さが違うんですよ。芯から来るよね、ヨーロッパの寒いので。芯から来るんですよ。雪降ってる。雪とか。雪はもちろん、売ってるやろし、もうサッカーなんかで見ても、もう芯から来るんですよ。日本人にあんまり体感ない寒さが来るんですよ。なのに白人たちって、裸でスポーツを。すごい。もうこんな寒いの裸でいるなっていう人が何人もいてんの。あれが驚くね。やっぱ白人の人の脂肪がちょっと我々黄色人種から見たらかなり違う。
寒さに強いヨーロッパの人とか、アメリカの人とはね、カナダとかね、やっぱもう慣れやろうけどね、これがまあヨーロッパのあれお菓子やから甘いよ多分。はい、これケーキやろ。何これ何ですかこれ。これ何ケーキじゃん。違うわ。せんべい。ふたで。これミルクせんべい。ミルク名物。チェコの名物だね。甘い甘い甘い。うん、美味しい。お菓子は絶対海外のうまいよね。はい、ずっと食べたら体で悪いんちゃうかよぐらいの甘さやけど。ヨーロッパの。せんべいの中に何か入ってるんですかこれ。ミルク入ってるのがね、うん、甘い甘い、おいしい。何が日本のゴーフみたいな。あ、なるほど、こういうのがある。デザートなんかすごいからね、向こうの、うん、ね、海外のレストランとか行くとね、こちらラジオネームテラパンマンからいただきました。はい、全力やんなみさん、こんばんは。こんばんは。今月11日に、マラソン&ヨットで世界一周の出版する寛平さんですが、うん、18年9ヶ月間もレギュラーを務めた痛快明石家電視台のラスト収録のエンディングでは、さんまさんにお葬式は来年からと茶化されながら何度も涙を拭ったそうですね。8日の夜の収録後、あ、18日やなこれ、8日じゃない8日8日の夜の収録後に会見した寛平さんは、はい、本当にみんなから可愛がってもらったから寂しい、帰ってきたらまた出てさんまちゃんに怒られますと言っておられたようですが、さんまさん、庄司さん、裏話ならあれば話してくださいってことですけど、うん、確かに面白かったんですけどその明石家テレビですから、はい、みんなレギュラーに集まってやるんですけども、寛平さんが最後ね出てきて、でみんなから応援メッセージやって、大物ゲストを、に来てもらってますって、それみんなモノマネなんですよ。うん、もう完全にもう、ね、わー言うて終わろうって、ね、そんな硬い話もいらんしって言って、うん、大将中川家出てきて、行くよくりょうさん、うん、いやもうそっちもすぐに言うかいさとか言うて、さっちゃんもう嫌やうちもー言うて出てきたら、もう寛平ちゃんがもうオープニングでさ、すごいゲストを紹介しましょうって言ったら、その前にもう泣いてたみたいで、スタンバイするときに俺らもいた付き合ったんですけども、神戸さんもその、エンディング言うだけでもう泣いてあったみたいで、でもう、あ、寛平には泣いとるわと思って、俺は、もうこれはもうすぐ笑いにしようと思って、あんまり絡まんと、ね、俺は、涙流す番組嫌いやから、さあどうぞって、すごい行くよ、クリオさん。登場してもらって、いや、もうカンペちゃん言って、もう泣いてるんですよ、もう。ってな、その泣き方がまた面白いんですよ。で、カンペちゃん、気をつけて行ってきてや、とか言ってんけど、もう真面目に聞いてるんですよ、もう。中川家の言葉や、思って、うん、うんって何言うのかな、まんと。その次、武田鉄矢さん、はい、松尾万内が、ね、一つのみかんがとか言ってネタがあるんですけど、それ全部、はい、一つのみかんがって言って、でその時もうやりにくい空気なんです。客席も笑ってええのかもう泣いてええのか分かんない。もう出てくるモノマネの人がかわいそうなわけですよ。俺はもう高田信彦やで、有田がクリームシチューの、クリームシチューの、風間寛平さんが行かれるよねとか言うて、間を溜めた喋りをしてるんですけど、はい、おー言うて、ウォンウォン泣いて、ほいで終わったんですよね。はい、だから、我々も、まあ、寛平さんが、打ち上げでは泣かなかった。その後打ち上げてきたんですけども、もう涙が枯れたみたいで、ただまあ本人が行く分ですからね。それでもう、打ち上げなんか行ってももう、みんな送別でね、要するに送るもんがあるんですけども、うん、全部エロ商品でしたからね。ほんなら俺が、おー、すごいなー言うて、庄司が先生で食いついてらっしゃる言うて、いや、欲しいんちゃいまんかって、いらんいらん、もうこんなもん、高寿さんだって、もうこんなもん、言うてたら、みんながね、宮迫とかがみんなが説明してくれてて、こういうのあるんですよって言って、売ってるんですよ、そこら辺の店でとか言って、ほら、すごいなー言うて、ほんで有田が、それを横で聞いてて、
さんまさん欲しがってるんだろうなと思ったらしいね。マジで商品もう先生に買ってあげてとか焼肉屋で言うとったら誰か先生にプレゼントしてあげてよって冗談でね、はい、そしたら有田真に受けて、うん、次の日日テレ行ったら、うん、山ほどのその、おもちゃを師匠買ってきましたって、勘弁してくれとお前な53盛り上げるためにね。すごい。いやこれはこうねって説明してくれるんだ。説明してくれるんですよ。ほら俺あんなもんやったことないから、うん、あなたの言いなりとかいうあのようなものもあるんですよ。知りませんから知りませんから。それローションつけなあかんねんけど、これいや説明いらないの。もう正直いや正直やらずにつけるとこ間違うんですよ。これと全部一晩中飛び跳ねとったの。そっちこれ中に入れなあかんのよ。これえー、いやかーじゃなしにかーやそれは後で聞いてあげますから。いや電波に乗せたい。これ乗れません。素晴らしい。もうなんかあんなアホいっぱい買うてきやがって、新発売のやつとか。もうこうもし俺万が一な、もしねこれ袋これ今いっぱいあるんですけど、うん、もし万が一心不全とかで急に死んだら娘が来ると、はい、そんなもん。やだ53のお二人があんなものいっぱい持って、いくらに増えたらまだしもね、大量に。やだん、やだんやだんって。もうやだですよ。部屋に置いてあるんですけど、もうわざわざ俺自分で書いて有田よりって言って紙貼ってあるんですから。これそのまんま万が一万が一のことあったら有田これクリームの有田なんからもらわったんだいうのを有田よりって俺自分の字で書いてるんですけど。もうなすあげなかったこれ。笑ったなほんまに。もう詳しく説明するわまた今度な、はい、だからもうだから17であと4日、4日俺と庄司がスターターで行きますからね、はい、寛平さんも、どうなり、まあ、全番組ね出ていろいろコースの説明とかしてらっしゃいますけどもね、はい、これはちょっとどうなることやらわからないんで、はい、もう考えたらもう行ったら成功してほしいしね、帰ってくるかもしれませんけどもね、うん、帰ってきてもご苦労さんってあのねこれをやろうとした勇気にはそれはすごいですよね、立派ですよ。すごいすごい。だからどうなることやらほんまに心配ですけどもね、はい、我々は17日、スターターとして、行ってくるんですよ、うん、でいろいろやる予定だったんですけども出ると長引くっていうのでもう向こうが察知したみたい。出ると長くなるからっていう、もう向こうは逆に作戦立てて、生放送を入り中にしたんですね、なんか余計なことできない、そうさしてもうたんやー言って。あと NHK の舞台もありますから、うん、普通にそこに差し込むんですよ。普通の演芸が行われている場所に寛平さんが行って今からスタートしますって言って、うん、スターターの僕たち僕を紹介してくれて、うん、初めあの用意スカートめくれちゃいやんとか、我々のスターターネタがあるんですけども、はい、一日行ってドン用意は用意は自分でせ幼稚園の子やるまいしとかでももちろんドーンって打たれたらうーって死ぬのもありますからね、うん、あのそんな用意してたんですけどそんなことも刺さないだしカウントダウンだし、スタジオと客席でゴーヨーンとか言うから、そういうだからそういうのいらないみたい。普通に弱いスタートって言ってほしいんだよね。いらん付属品いらんねんって。いらん。もうノーマルなんで。今回はね、今回はねやっぱりこう世界一周の大冒険ですからね。はい、まあ2年半。
から3年、はい、すごいよな、ね、仕事休む勇気もすごいよね。我々やっぱ怖がりなんでしょうね、うん、あの2年半も仕事休んでたら次さ帰ってきて今の通りあるのかどうかっていう心配もあるし、うん、ねえ、うん、逆に仕事怖いじゃないし、さんまさんやっぱり喋りたい方ですから、そんなもんあん中で誰も喋ってくる、あれは無理やよね。絶対無理だと思いますよ。もう絶対俺はもう何も体力あったって無理やな、あれせえへんね、うん、これはもうすごい2年半だよ。やばし、だから若槻なんかでも8ヶ月であんだけ長いんですからね、芸能界いなかった期間、若槻で8ヶ月だけですからね、あれ、短いね。それのね、要するにもう3倍近く休むわけですから。お前いろいろ休まんやろ。いや、わかんない。え、何が、なんかやりたいことある？やりたいことがあれば休むのかもしれない。あ、そう、はい、もう別に辞めてもええかと思うものって何なの？いや、でも辞めたくはないですけど、わかんない。でも代わりにやりたいものって何かある？そうそうそう。いや、でも、ずっと表現者ではいたいんで。あ、なるほど。でもそれはまあ、結婚したりしたら旦那さんが辞めてくれて辞めんやろ、もちろん。辞めないです。あ、いや、仕事続けてもええよっていう旦那さんしかダメなのか、要するに。はい、多分。そんなわけにいかへんやないか、旦那さんのこともあるしやな。じゃあ結婚しないじゃないですか。そう、そんなに結婚願望がなくて、うん、あ、やばい、舞台っていうか、もうやりたいんなんか、はい、そう、そのために勉強しに行くって言って、仕事を、うん、辞めるんだったら、要するにアメリカに行ってちょっとダンスとか歌やってくるんだったら全然休める、はい、うわ、まあ勇気あるいることやからね、うん、道木なんか分かるお前。はい、あかんっすよ。バカすって。バカすって。バカすって。何やねん。バカするお前は。バカすってなかんねん、お前。バカすって何やねん、お前。わかんないですけど。もう、ダメです。短いのはやりたいことは。な、今が。この商売っていうか、お仕事なかったら。いや、もう今が一番楽しいです。変わりがないの、やっぱこれ。はい。うん。でも結婚してくれ、してくれって旦那さんがいて、仕事辞めてくれとお前は辞めんねやろ、もちろん。専念したいです、何かに。そうやな、はい、それ何でもかんでもできるわけにいかへんからね、うん、だからお前は結婚せいしたらあかんタイプやね、要するにな、うん、多分、こちら、レジェンドキラー奈緒ちゃんからいただきました。全力やんだ皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、先日11月30日大阪で行われたモーニング娘コンサートツアーに行ってきました。ありがとうございます。コンサートの終盤、MC では道重さん、亀井さん、そして高橋さんの3人がヤンタン帝国されていた、うん、カレオ2を披露されてました、はい、若干3人の息が合ってなかったようにも思えましたが、静まり返った夜なごと打って変わって盛り上がりました、うん、はい、これに気分を良くされたのか、道重さんはメンバー一人一人が挨拶するときに、皆さんの顔をじっくり見たら毛穴まで笑ってたよと微妙な挨拶をされてました。高橋さん、道重さん、カレオツでした。また来年、はい、大阪でやんたんネタを披露してくださいということですけど、はいはい、一応やったんだ。やりました。カレオ、ちっちゃい頃言うたん？不安なやつ言ってたけど、あんまりきちんとまとまってなかった言ってたね。金をとらーっていうの。どうなったんで？あの、みんなで3人で、エリとアイちゃんとサイミで3人で、サイミの最後の MC の時にせーのって言うから、カレオツ、カレオツって言おうねって言ってたんですけど、アイちゃんが忘れてて。それでグダグダになっちゃって、全てが。そうなんです。でも、ファンの方は温かく。え、よく亀がカレオツって言ったん？あ、ま、サイミ、私が、カレオツーって言って、せーのって言ったら、カレオツ、カレオツって言おうねって言ってたんですけど、おうおう、そのせーのって言う時に、マイちゃんがなんかそっぽ向いてて、おうおう。俺、お前はカレオツーって言ってやろ？はい。で、大阪の方が一応、わーって言って。はい、言ってくれました。うん。はい。なのにこいつはそっぽ向いとったん？どういうことなの？違う、最終日で、やっぱちゃんとしたこと言わなきゃと思って、MC をずっと考えてたんですよ。で、一番最後だし、なんかまとめたこと言わないとと思って、いろいろ考えてたら、ごめんっていう感じ。で、だから、横に新垣梨沙ちゃんがいて、トントンってやってくれて、それで言えました。あ、高橋さん、呼んでるよ、見てくよ。ごめんっつって、でも私、一回だと思って、カレオツって言おうと思って、それで多分バラバラになっちゃって。え、どういうこと？お前、カレオツ、カレオツから3回言おうと思ったん？ 2 回、エリとサイミの中ではもう2回っていう。私は1回だと思ってて。カレオツ、カレオツっていう、なんかそういう軽いノリの、なんか言葉だよねって言ってて、2回言おうって言ってたんですけど。あ、本当にカレオツ、カレオツって言ったの？あ、はい。私は1回だと思ったから、カレオツだから多分、それでバラバラに聞こえちゃったの。ああ、ごめんなさい。せっかくお前、約束してたのに。でも、約束は覚えてましたよ。はい。うん、だから大阪ではやっぱりでも不安が聞いて、はい、何を聞いてくれたんでしょ、うん、はい。
それで一応わー言ってくれたんだ、はい、なのにグダグダだったんだ演者の方は。すいません、あんだけ言ったのに、はい、お前必死やな、余裕ないんね、そういうところ。爪が甘かったです。爪が甘かったな、はい、夜中は誰も聞いてない。大阪何時間やったの？大阪からです、はい、そうかそうか、2日間。それでこれで終わり。はい、今年は今年終わりです。それで、ハロープロか。ハロープロ、はい、正月に。正月、それまではもうないのか。はい、この間シャランキューさんのライブはありましたけど、ゲストで、あのゲスト出演で。森高千里さんとか出たやつやろ。そうです、20周年の。森高さん歌った？はい。何曲ぐらい歌った？何曲ぐらい？2曲ぐらい。あ、そう、はい、へぇー、あ、そんなやったんか。何歌った、はい、森高さん。森高さん何だ、わだらばつせばしと、私がおばさんになったら気分爽快。気分爽快のもうか、うん、あの歌には私ではなりましたからね、昔。うん、もう前で優勝してますから。今日はとことんのみ、あくそーとそういうのをやってましたからね、はい、でお前らも2曲ぐらい歌って。私たち、うん、なんか一緒になんかゲストでなんか一緒に違う曲歌ったりとかしたんで。ああ、それ当たりだったん？森高さんとか。とか、あと、モームス。たくさん。とか、うん、はい、兵藤さんとかも出てたし。あ、兵藤ゆきさんだもん。五木さんとか。五木ルーさんも出て。はい、堀内さんも出たし。ああ、なるほど。ハロプロ祭みたいなもんなんだ。はい、カンさんも出たし。ああ、なるほど。いろんな方が。ああ、そうかそうか。藤原さんも。はい、藤原さんも。漫才師の？はい。あいつはプロと変わったお友達なので、つんくさんと。つんの友達なの、はい、あー、なるほどなるほど。もう正月まではないわけだ。ない、ない紅白はこれなんで聞くんですかいや、急に入ることもあるから、ね、前日に。そうそうそう、あの、そういうので優勝してる全米オープンの、あのゴルファーもいてるから、急にスポーンと病欠とかまだあるから。お前も、お前は辞典やろ、辞典。そうや、辞典や。フルで。開けとる、開けとる。アップロンとの、誰でんだっけ、アップロンとは、お前。いつきさん。いつきさんと、要するに、佐藤舞ちゃんの、はい、だけ。はい。だから、佐藤かいつきさんか、どっちかが風邪ひいたら、お前ら出れんねん。多分辞典やから。だから、いつきさんの前でみんなでうちわでゆっくり会いとったよね、風邪ひいて。そうそうそう、ゆっくりうちわで。でもモームスの歌はスタンバイできないから、お前いつきさんの歌覚えとけよ。マジで、お前らモームスで横浜黄昏とか。横浜でもこの時期的には乗れんがええな。なあ、ほんなのんびりしてんやんけ、今も。それなりにテレビ収録はあるやろけど。あれ、まいちゃんドラマ、ドラマまだ続いてんの、あれ。まだ正月休みないの？正月はわかんないです、まだ。いや、あれ、みつき休みあるやろ、そうなったら。そうですね、愛ちゃんが頑張ってる最中は休んでます。あ、そうやよな何もできないんで、もうグループで。そうか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 、一人ドラマ入ったらそうやよね、漫才師もそうやけど一人ドラマやると。そうですね、ね、ほんでお前もうゆっくりしてるやんけ今。そうです、はい。はぁー、携帯書いたり暇潰しでいろんなことしてるんだお前なぁ、わけのわからんメール送ってきやがってなぁ、暇で暇で知らないわけだ今携帯がお友達ですね。ただほど、この間もう今若手怪我が多くて、あの高安都市の高もこの間捻挫して番組で、でもちろん塚地ね、あ、ドラゴンドラゴンの塚地が、複雑骨折3箇所3箇所3箇所なんですよ。足だけじゃなくて、うわ、足の裏じゃない、勝利も3箇所前複雑骨折しとるから、野球で。勝利の場合わかんねえ、スライディングして骨折は、うんうん、塚地片足で置いただけやねんて。プールですよね、うん、全然そんな大したことないのに。水の中でって言ってた。昔あの運動神経が良かったもんで、痩せて運動神経が良かったもんで、うん、普通に片足で置いたらしい。だから今の自分の体重を脳が理解してなかったみたいで。あ、そっか。でボキボキって片足でプール、水の中に片足で置いて複雑骨折するってよほど上重たいねんね、これ。うん、あ、よっぽど捻挫で終わりよ、普通。でも3ヶ月、うん、入院はいいんですけど、そんな時に鈴木、ドランクの鈴木が持病のヘルニア、すごいすごい、ヘルニアで、これでドランクドラゴンキャスティングしてたんですよ、あの、はい、正月スペシャルで、はい、踊る御殿で、はい、塚地はダメになって、うん、で鈴木がもう俺の番組やで無理して出てくれてるのか知りませんけど、両手でついて、まああれは登場あんまり映らないんで、はい、あれですけども、もう座ってももう
座れないの普通に。痛いんだ。ヘルニアだからずーっと腰をチラチラ。あ、腰のヘルニア。いや、腰のヘルニアなの。横にずらしたり。いや、もう今日すごい強烈らしいんですよ。治るのかな、ヘルニア。だから、いや、あのままいても大変やけど、手術せなあかんねんけど、手術ってヘルニアすごい難しいんですよ。へぇ。医者が OK してくれないんですよ、引き受けてくれないんです。そうだから要するにまあ野球選手なんか行くロスの上部博士のとことか日本でも何人かしかいないんですよ、うん、あそれも一か八かなんですよ手術。そんな大変なの？ L じゃ大変なの。だからうちの前の奥さんも手術しようかすごい。あ前の奥さん腰、ま、の骨が一つ曲がってるんですよ、うん、腰骨がだからずっと肩こって苦しいって言うんですけど、うん、だから手術しようかどうかどうしたらいいって、それは一か八かしたらええんちゃうかって、何、うん、でもあなた一か八かねとか言うて、あの、わけのわからんとこで怒られて、なんで、どう心配してほしかったんじゃないですか。そうやね。あの、いや、それお前一か八かやから、やめた方がええんちゃうかって言うてほしかったみたいやね。それやったら、まぁちょっと痛いのを我慢しながらも、行った方がええでって言うのがよかったよね。うん、で、俺はどうしようとか、いや、それはお前一か八かやった方がええで。なんで一か八かなのとか言って、バカじゃないのとか私こんな悩んでるのに死んでもいいのとかわけのわからないみたいな何が手術したらいいかとか悩んでるから手術した方がね、俺はダメなんですよ性格上、うん、痛いまま一生過ごすのは嫌やから、うん、一か八かでも失敗してもええから、一か八かやってほしい。そう、怖い。いや、それでスッキリするならね、どうせ一生苦しむねんで、ね、腰痛いとか、うん、季節の変わり目とか冬とか、うん、そんなのお前20年も30年もそんなもうしんどいやんけ、うん、それでもあのねそれじゃ死ぬわけやないけども、あの来年から、うん、手術しちゃって、うん、もっとあのダメになるか、良くなるかやから、うん、それやったらするやろう。かけたいよね。かけたいよな、うん、医者の力に、うんうん、だからそれでもうだから今手術した方がええみたいに先生が引き受けてくれないみたいで、で今度誰かの紹介でお医者さんにおって相談してから、うん、手術するかしないかを決めるらしいです、うん、あのままじゃとてもとても。へえ、かわいそうに。ドランクドラゴンもね、二人とも、だから今鈴木が手術すればちょうど3ヶ月らしいんですよ、うん、あの塚地も、うん、でも塚地も今なんかあの山下清さんのあのドラマも撮ってるんちゃいます？裸の大将ね、結構飛び飛びで撮ってるやろ、飛び飛びで撮ってるから大丈夫なのか、ちょっと遠無理でしょうね、うん、せやね。だから鈴木にお前塚地の仕事な、あの俺いけるぞ言うたけてんけどね、ハンサムスーツも出れるで言うて、あれ谷原いらんから話をしてたんですよ。面白くないっしょそのドラマ言うて、俺が俺に変身するだけやるって、いう話をしてたんですけども、大変なんですよ。だからあいつね、インパルスに、うん、いつでも羽の扉いけるぞとは言うてあるんですけども、勘弁してくれってことになる。だから大変やね。正直あれ3ヶ月休んだ仕事を。そうですね、3ヶ月ですね。ほんで、ずーっとギブスは6ヶ月、半年以上。そう！ほんまです。まあ、ギブスは小さくなりましたけど。違った？はい。ちょっと小さなギブスになって、歯つけてもらって、裏側に。その時にゴルフメンバーかなんかの声いて、引っ張り出されて、パンパンに腫れて。やっぱ腫れるんだよ。いや、ハンデはくれたよ、たくさん。確かに。あ、そうなの？追いくれたけど、それも追いつかない、そのハンデでは。そりゃそうですよね。マジで。怪我してるんだもん。で、昼からもうパンパンになってまでギブスギュウギュウや。腫れて。もうハーフ終わった時点で。で、昼ご飯食べてる時にもうパンパンですね。で、もう余裕がなくなりました。やっぱり、そういうとこは優しいから、うん、もう昼からもうやめとけ。もう言わず、昼からハンデをな、もうちょっと出そうか。それも全然追いつかず。それが明け暮の果てに18ホール回った後に、お前あんまり無理すなよ。無理した後やっちゅう。次の病院ってね、先生に怒られて。何やったんだって、ゴルフしたなんか言われへんやん。そうです。佐野さんにも目かかるし。いや、ちょっと、ちょっと階段のところで、ちょっと足のこっぽいって下駄の歯、ね、歯見たんですけど、あれが引っかかって、ちょっとこけてしまったんです。
気をつけてよこれ。ゴムなんか言われへんよそんなもん。そうですね。だからもうあれは申し訳ないと思った。本当にいやどうしても一人メンバー足らんかった。だってキャディさんが見に来たの思ってたよ。T グランド。なんででもクラブ積んでるし、あ途中でもこの人もあれやから見に来たんやろうな思ったの。お前正直ほんで打つ時体重がどうしてもね乗るのよ左足に。痛い待ってバンと打たんのも右足に重心打って左足乗せんとこ思ってんけど、やっぱりちょっとやっぱり負けたくないからちょっとこう乗せるとドゥーンあーってうるさいうるさいってうるさいって痛かったら声出るっちゅうの。はい痛いですよね。出るあれ、うん、あそうかでも半年かかるのか半年かかりますね本当に。ほんでまたこれリハビリがまた時間かかるんですよ。外してから歩けないんですよ。あそうかそうかすぐに。ほんで足痩せてるしね。ああ、はあ、ほんで要するに完全復調するまで1年かかるかかりますね本当に。足舵なんかも、はい、ほんとに長くかかると思いますよ。若手やから動き多いネタが多いからね、はい、まあ大変や。相方はヘルニアやし、やっぱりこうあのね芸能界ってね、あの売れるとね、あのそういう怪我に出んのか病気に出んのか家族に来んのか、もう全員がそのバランスで生きていってるんですよ、もう不思議なことに。うん、だからあのこれはやっぱりもう仕方ないね。芸能界でこういう強い運を使ってしまう、偶然なんですけどね、うん、だからよく今なら昔言ってましたよ、たけしさんま、タモリ、オリンピックスリーを見てたらね、あんなええことがあるとこんな悪いこともあるって聞いたりね、見たりしてるじゃない、うん、全員そうじゃないですか言って。そやろ多分な、これじゃあの運のバランスでこうなってるねんぞ、知らないねんぞ言ったら、うわあんまり思い切り売れたくないな、今のままがいいですわってよ今だから言ってましたですよ、うん、偶然やけどそうなんねん、なんかね、うん、仕方がない、ことがある。キングコングなんかでも梶原の方が大変なったりね、あの離婚したりいろいろするようになる。なんかバランスがおかしくなるんですよね、あの芸能界で売れることがね、うん、売れんとこ怖い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 、おかしいね、離婚したりしてるのにええ方向にけえんよ、ね、これなあ。であの醤油のストラップはでかすぎるし、これ、はい、あれいらんわ。人って75から売れるという、もうちゃんと細木先生からもらってます。75から売れても一緒。こちらラジオネーム、明治ゆかいただきました。天敵アドメさんこんばんは。こんばんは。さて現在カラコイテレビではサザエオールスターズの新メンバー加入で盛り上がっておりますが、8年間ピアノを習っていた親方トライアングル担当としてオーディションを受けてみてはどうでしょうか、うん、なぜトライアングルなのかという説明は親方ご本人からどうぞって、どういうことなのこれ。はい、あの3歳からピアノ習ってて、うん、でもあのお母さんの強制的で習わされてて、はいはいはい、興味がなくて全然ピアノに関して、ああ、だから全然8年習ってたのに音符も一切読めないんですよ未だに。ああだからもう音符読めないからまず弾けなくて、もったいないな、ね、この世界入ってきてんのになお前、うん、もういやいやってのはでもそんなもんですよね。そうなんです。お母さんのなんか顔読みながらなんかやっとったらこんな感じでやっとったらまあお母さんも綺麗みたいなとか、何十年もやってて身にならない人いるもんな、もったいないよね逆に言うとね。ほいでそれで、あのピアノの先生がもう弾けないんだからあの音符見なくても叩けるトライアングルやってなさいって言われて、あの途中からずっとトライアングルをチン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 鳴らして、お母さんの横で、はい、お母さんもそれピアノや思ってた。でお母さんには内緒にしてました。でもトライアングルをずっとやってましたから。本当でわかるやろ。あの習いに行った時にトライアングルってどうするだから要所要所のリズムを覚えさせるためにやらしたわけか、お母さんは。あのお母さんはピアノをすごい上手になってほしかったみたいなんですけど、本当に興味がなくてすごい行くのが嫌で、うん、で行ってもやる気がないんです、さゆみが、うん、なんでピアノの先生がもうこんなのだったら仕方ないからとりあえず楽器を触らせるってことで、ああなるほど、トライアングルトライアングルに変えさせたのか、はい、もう最後の最後やね。あとの楽器も興味なかったの、そのピアノやっていながら。あカスタネットとか
タンバリンとか。お母さんには言うてたん？変わったよって。あの発表会とかはすごい簡単なピアノを弾いてました。お母さんにはそれそういうのをやってるっての。今トライアングルやされてるんです。言ってないです。でもお母さんピアノ の発表会とかトライアングル叩いとってびっくりしなかった。あら？ピアノの発表会。すごい簡単に弾けるやつを弾かせてもらいました。発表会では。はい。はぁ、もったいないなぁ。もったいなかったですね、あの時。なんでこうして、譜面見ながら弾くやんか、ピアノって。はい、うん。もう止まってたん、ずっと。嫌い、なんかピアノが楽しくなくて。うん。なのに、お母さんがもうずっと やりなさい、やりなさい。もう一回言ってたら、お母さんそれで気持ちよかったんだ、うん。習い事すごいさせられてて。そのうち好きになるだろうとかな。そうなんですよ。ほんな音符読めんからよかった。逆に言うと、絶対音感じゃなくなったんだ。そうですね、もともともそうじゃないと思うんですけど。ピアノやると絶対音感になってしまうやんか、長いことやると。うん、ほんなら自分の外れてるとことか分かってしまって、嫌になるやんか。うん、それすら分からへんの。分からないです。だから先生がこの音何とか言っても、突拍子もない音を言う。ちゃくちゃ言ったりとか。だから今歌詞少ないんちゃいますか。ちょ、ほんまやて。道しげ、音をちゃんと取れたら、多分欲しいはずやね。モームスで、きちっと音を抑える。はい、昨日もちょうどその話したんですよ。松下奈緒ちゃんっていう、あのピアノとしてもプロみたいな腕前の女優さん。23歳です。23歳。違う、24ぐらい。そう、23歳だった、昨日は。23歳。歌は下手なんですって、絶対音感やから。へえ。気に入ってしまうんですよ。うちの IMAL の、周りも、歌の味がなくなるんですよ。ピアノを完璧にこなすと、音を取る方が先に神経に。言ってしまうんです。だから絶対音感の人って逆に苦しいんですよ。要するにサザンオールスターズの歌とか、それから胸騒ぎの腰つきとか、こういうメロを絶対歌えない。胸騒ぎの腰つきって歌ってしまうんです。安入な感じが出ないってこと。そう、味が出ない。ちょっと遅れたりするのも嫌。いや、脳がもう嫌なんですよ。その音通り行かなきゃ気持ち悪いらしいんで。音符があるから頭に。そう。だから、かわいそうなんですよ。だから、森高千里さんなんかでも、そうです。味が、絶対音感だともう、つまらない。もっともう、普通の、だから、つまらないでしょ。ピアノやってる人がカラオケで歌うだったら。へぇー。あ、わかる。お前いてないか、周りに。すごいかわいそうなんですよ。普通の歌になってしまうんですよ。だから、うまいんです。だから、カラオケの得点はすごい高いんです。綺麗に歌うから。ちゃんと音符通り、行くから。でも味が出ない。はい。ということですよね。実際に味ありますね。だから味はあんねん。おいや。でもあんまりにも情けないねん。なあ、ピアノ十何年もやってて。8年。はい、8年やろ、はい、もったいないやんけ。ほんともったいないです。今も習い事何もやってないやろ、お前。はい、やってないです。あ、なってないんだ。はい。何やったらピアノと、スイミングと、あと絵もやってて、すごいやってたよね。はい、すごいやってます。ダンスもやってた。あとエアロビクスとヒップホップとバレエもやって。すごいな。すごいバランスなんだ。すごいいろいろやらされるだけやらされてて。うん。はい、これ何にも生きてない。身になってないんですけど、何が一番得意やったの、その中で。あ、でもエアロビクスは賞を2回取ったことあります。エアロビクスの賞があって、中国大会って言って、中国地方の大会で。中国地方ね。ねえ、中国行ったのかな。はい、それで。すごいやんか。はい、じゃあ、どんなんやろ、お前。5、1、2とか。はい、そうです。でもやってくれたよね。はい。え、うまいよ、高橋。うまいと思う。うまい、どういううまいの？足が上がるとか。うん、でもよくわかんないですけど。やろうやろう。やろうで、これはもう元気なやつやろ。はい、手拍子みたいな。はい、こんなんやったり。はい、うん、え、踊りはうまいね。今やろう。そしたら、モモスの中でもそんなことやってたら、リズム、リズムいるやんか、あれ。もうリズムいる。すごい。けどあかんの、高橋。あかんくないです。じゃもう一つなの。え、もう一つなの。うん。かわいい。かわいい。かわいい。だからちゃんときつくりだけなあかんねん。かわいいね。お前、お前今の商売にすごい役に立つこといっぱいやってきて。なんで役に立てないの、お前。好きじゃなかったんじゃない。そうなんですよ。じゃあ、好きじゃないのになんでこの芸能界選んできた、お前。芸能界は、モーニング娘。すごい好きなんですよ。あ、モーニング娘。好きなのか。はい。そうなんです。芸事はそういう好きじゃないのか。いや、好きなはずなんですけど。恵まれてなかったんですね、きっと。なるほど。習わされたところが。
性に合わなかった。ああ、それもあるかも分からへんな。もったいないな。そうなんです。お給料じゃない。月給、うん、何ですっけ、月謝、月謝はもったいないなって思って。ガヤツさん。そう。でも行くこと言ってたんだ、親の言うこと聞いて。はい。辞めたいって言えなかったんですよね、なんか。真剣に分かる分かる、はい、うちの今のなんかでもそうやってましたからね、いろいろ。でも今その身になってるか言ったらそう身になってないからね、おいらからするとすごいもったいないと思いますよね。おいらもちょっと習い事したらすごい活かせますからね、あの舞台とかに。それ使わな損やとか思ってしまいますから。あ、まあヒップホップはみんな断念しましたけど。ヒップホップじゃなかったですからね、あれは。おしまい。やったやった道重親方のコーナー、イエーイ。このコーナーはアンポンタンな道重さゆみちゃんの家族のようにアンポンタンな家族の行動や言動をリスナーの皆さんから送ってもらうコーナーです。そして道重親方にはそれがどれくらいアンポンタンなのか、横綱、大関、関脇、小結、幕下、そして横綱より上の神髄を含めた6段階でアホ番付をつけてもらいます。はい。神髄になった場合は、道重さゆみちゃんが本番中に落書きした番組の Q シートを特別にプレゼントします。はい。さあ、行きましょうか。はい。千葉県のビアンコネロさんからです。僕のおばさんは、森進一さんは、川内先生の遺族の方に、虎屋の洋館を何本持っていたのかしら、と言っていました。一本ではね、許してもらえなかったですからね。あれはまあね、川内先生としてはお墓の中でどんな気持ちをなのかね、複雑なところですけども、家族は優しかったですよね。そうですね。もう歌ってもいいですよと、いうことでしたからね。確かに森進一さんが歌わないとなんか他の人じゃちょっと違いますもんね、やっぱり。あれは微妙なんか、あれはおふくろさんだけのことに関してじゃないんやろうけどな、多分。不思議なことでしたね。要するに前に、俺らでもやっぱりコンサートをやってましたけど、もう歌い飽きたとか、もうお客さんも聞き飽きてるだろうとか、思うと前になんか足したりとか、他の曲をつけて、そっからその曲に入ったりするじゃない。あの、お前らも多分そうしてると思うけど、それがあかんって言われた時に、やっぱり、なあ、本人、悪気があったわけじゃないから、あれ、あれ困るよね。まあまあ、だから、奥野さんにだけのことやないんやろうけどな、あれ。川内先生も、ね、どんな気持ちなんでしょうかね、不思議な、ね、ことですよね、はい。俺はもう別にね、そんなにあのおかしな話でもないからね。そうですね。はい。じゃあ番付は、はい。よー、幕下こんちゃんでーす。幕下くんですよね、これは。はい。芸能人としてはちょっとね、心に引っかかる事件でしたからね、ことことからでしたからね、これは困るね。はい。羊羹で面白いこと言えたらよかったんけど、お前もな。羊羹。羊考えつかんかったです。何言ってるの。すいません。ね、すいません。次行っててください。なんちゅうことだ、今。そんな大嫌いやな。すいません。じゃあ、大丈夫で一番嫌いな人や。はい。何がよく考えつかんが。さあ、次行っちゃうよ。すいません。熊本県の笑い屋キャリーさんからです。姉は歴史の時間に習った日清戦争のことを、ラーメン屋さん同士の戦争と思っています。はい。まあ、日清。日清。日清。これはもう我々は日清に何回か助けられてますからね。ラーメン、日清のね、チキンラーメンでしょ、私なんかはもうチキンラーメンがなかったら、ひょっとしたらね、生きてたのかなとか思うぐらいチキンラーメンを食べた時期は、カップヌードルもそうですからね。もう芸悪ほどカップヌードル食べましたから、我々の時代。出た当初ですから。だからカップヌードルの自動販売機があったぐらいですからね。今もなくなったよね、カップヌードル。たまにありますよ。たまにあるの、自販機でカップヌードルの。あ、ある。あ、スタジオとかにある。買ったことある。あるか。でもたまにしかないです。あれがもうね、今の、飲料水みたいに置いてたわけですからね。もうすごかったですね。あのスポッと刺すお湯が出て、スポッとお湯が出るところがスポッと入って刺さってな、はい。だから日清さんにはもうとんでもない。もともとは俺たちが、俺がデビューしてたヤングオーチャー日清食品一社店員だったんです。そうそうそう。
だから日清フーズプロダ、ピープルとかいう話で、英語でカップヌードル、ギャンゴー、おー言って始まったんです。うん、それぐらいの時代ですからね。日清戦争、ラーメン屋の戦争だったかもわかりません、ほんまにね。些細なことですからね。スペイン戦争はサッカーですからね。スペイン選手は、おそらくクラブ、今のトヨタカップの、が今日本で行われになったのはスペイン戦争の、おかげといえばおかげですし、スペイン戦争の、ために日本で開催中立したの国のために、やるだけですから、サッカーでは戦争になってるんですからね。だからラーメンでも戦争になってもおかしくないぐらい、のもんですよね。これはどうでしょう。はい、じゃあ番付は、大関ごっつぁんです。あ、上がりましたね。はい、でも日清といえば、なんかどっちかといえばラーメンのイメージです。え、ラーメンのイメージです。日清戦争が思いつかないで、どっちかといえば。あ、日清戦争って言うんじゃない。お前歴史上の戦争言うてみ、全部思い当たるところ。歴史上の戦争、歴史上の戦争、第二次第一次はのぞいてね、過去や。鎌倉戦争。大仏取り合いさんかい。時代、鎌倉時代よ。鎌倉時代。でも戦争言ってるの。暗殺戦争。暗殺戦争。わかんないです。いいね。それ誰が暗殺されたか。安土桃山さん。安土桃山さんが。時代やそれ。わかんないです。全然わかんない。時代なんだ。上人の乱とかあるやろ。ありますね。そういうやつや。うん、北斗の拳。漫画だよ。なめとるのかな。佐藤田麻衣ちゃんの後で出ようとちゃう。出ようとちゃう。もうあんな2万センチ遅いよ。もう、はい、もうそんなあんな2万センチあかんからね、そんな。はい、さあ行きましょうか。はい。栃木県の竹川実さんからです。はい。サッカーの試合を見ていたうちのおじいちゃんは、アナウンサーがロスタイムというのを聞いて、なんでロサンゼルスの時間が関係あるんだと首をかしげていました。首をね、かしげていました。かしげていました。かわいいおじいちゃん。ロスタイム。ロスタイム、ロスの時間。って言うてるやんか。いや、タイムってわかるかなと思って。タイムって時間ってわかるかなと思って。何言ってんのお前。アメリカのね、要するに、ニューヨーク、ロサンゼルスって知ってる名前言うてみんやと。ニューヨーク、ロサンゼルス。タイ。タイ。台湾。タイと台湾と。台湾と。インド？インドも入っちゃったの？以上です。それおめでとうございます。それこそ戦争のあるから。アメリカの国旗の星の数はあれ、アメリカある州の数やからな。アメリカ州とかそういうやつですか？アメリカ州？州の数の、お前ワシントンは知ってるやろ？大統領さん。わかんないです。けんな、いけるな。けんな。ボストンは知ってるな、ボストンは。ボストン四国？じゃあ、ボストンバック。バック知ってます、知ってます。知ってる？はい。じゃあ、あとや。あとは。あと？うん。今、ファッションの話ですか？そう。なあ、あと知ってるところや。知ってるところ？うん。ヨーロッパの中で。アメリカや。アメリカ。アメリカ合衆国の中で。アイダホって知ってる？アイダホポテトっていうの知ってるから、お前ら。アイダホって。はい。うん。はいはい。アイダホポテトってお前何や思った？アイダホポテトって。え、ポテトチップスですか？うん。アイダホポテトって。はい。うん。アイダホ？うん。はい、アイダホ？わかんないです。だからアイダホっていうのが、はい、その地名や。へぇ。日本でいう東京みたいなことですよね。そんな詳しく言わなくても。だからロス、ニューヨークで、ワシントンだ、シカゴだ。シカゴは知ってるやろ。はい、聞いたことはあります。あとや、そう言うてみ。オーストラリア。おお、出たよ、もう。話しがねえな。出たよ。終わろう、終わろう。はい、じゃあ、絶対無理や、そんな、札束に紅白で読めて買ってきてるだけ。なあ、かわいそうやわ、そんなの。あとのカントリー娘。あさみちゃん、今もう、ペットの毛切ってんじゃんから、もう。切ってるかな。もう、ペットの、あさみちゃん、まだペットショップ行ってんのかな。なあ、わかれ、なあ、おしまい。はい。それでは聞いてください。モーニング娘。で、青春時代。
楽屋で松尾番内が庄司さんの醤油瓶が売れているので私も今度グッズを売り出すことになりましたと言いながら保温用の耳当てを持ってきた。一見普通の耳当てだったのでなんか特別な機能はあるの？と聞くとこれを耳につけてもらいますと私がクイズを出題した時と同じように声が聞こえにくくなりますと言ってきたので普通の耳当てでも聞こえにくくなるしクイズの時のまっちゃんははっきり聞こえてて聞こえないふりをしているだけやんと突っ込むとあとこちらの耳当て男女兼用でございますと僕の突っ込みを無視して耳当ての説明をしていた。なんかアホらしくなってきたので呆れた感じででなんぼで売り出す予定なんと聞くとまっちゃんは満面の笑みでお求めやすいお値段ですと言って去っていった。立ち去るまっちゃんの後ろ姿をまっちゃんの後ろ姿を見ながらその耳当てどこで売るつもりなんって聞いたら相変わらずそれは教えられませんって返すんやろうなと思った、この間アカシアテレビの年末の、番組でね、はい、アカシアテレビ、アカシア定食、が一番、多かったのどれでしょうというのがあったんですよ、うん、要するにパターンね、はい、山寺の板障子がドンドンドンと、はい、パターンでやってる笑いは、どれだぐらいあるでしょうっていう、はい、1年間で600回ですって、すごい、すごい、大体50回ぐらいですからね、回数が、だからもうすごい数をやってることですね、うん、もちろん編集もして、うん、オンエアはそこまでやってないですけど、マザーテープはもう全部残ってるんです。定食入ってる。ほいで、もう定食の数がやっぱ圧倒的に松尾番内が多くてね。もう何色に見えるブルースカイブルーでございますっていうね。はい、2回ブルー言うたら、こういいんですよ。そんなもん入ってますからね。言うたって、そこの定食は小鉢ですから。そんなにガバッとしては出てきません、ピンピンピンクとかね、もう小鉢がいっぱいピンピンピンディンディンディボン何やねんそれ言うばっかりです。チンチンチンバラバラがその中に指5本ってあったんです。指5本ってみんな何でそのこの指5本指5本ってこんなありました定食に明石家定食にって、あったんやいてまっちゃんがこうバイブの動きをするんですよね、 あの手を、ほんで6本7本5本でございます裏に出て5本でございますっていうネタがあるんですけどそんなのまで定食入ってましたからね。すごい、全くないです。めったに出ませんよ定食、もう情けなかったですよ本当に。庄司の誰か来た、これ何やねん誰か来たいうの定食に入ってる。いろいろだから明石家テレビはね、明石家定食で盛りだくさんの番組になってる。ただもう定食はやっぱり面白いというね、そういう君らも安心して見るでしょ、定食って意外と、気持ちいいと思います。気持ちいいのよね、テレビでね、定食出るとき意外と気持ちいいのよね。新しい笑いも大事やろうけども、ああ出たとかいうの確かに出たよ、出たよ、出たいう笑いですからね。それ思いっきりやってますからね、この男連中は。さあどうぞ。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。
12月9日先週のヤンタン終了後、高橋になんで太田くんの結婚式の時定番曲であるハッピーサマーウェディングじゃなくてリゾナントブルーを歌ったんやと聞くと、はい、あの曲は都会での女性の孤独感を表現した歌なので奥さんを孤独にしたらダメですよって意味を込めて歌ったんですと答えた。すごいなあ高橋、そこまで考えてたんやと聞くと、本当はさんまさんの後でテンパって何も浮かばなかったんですけど、声は太田さんにいい印象になるかなと思ってと答えた。高橋、ドラマでの経験を通して普段も余裕になってきたな。これは今週のリスナーを癒せませんが楽しみや。歌ってないもんな、お前ほんまは。歌いました。いつ？俺が帰ってから。さんまさんの後の挨拶でなんか一曲歌えっつって。歌ってないやないか。リゾナント歌ったんです。いつ歌いましたよ、さんまさんの。覚えてないじゃん。覚えてないんです。歌ってないやないか。ちょっとだけ歌ったんです。いつ歌いましたよ。じゃあ頭だけやろ。ちょっとだけ、ちょっとだけです。でも本当にそうやろ。はい。え、じゃあもうやだ相手をすぐ降りてきたやないか。はい。なあ、なんでよお前、歌全部歌ったらよかったのにお前。はい。なあ、恥ずかしくて。恥ずかしかったね。恥ずかしかったですよ。しかもさんまさんの後で。じゃあ後でよかやな。別に芸能人の挨拶が続くねんからやな。うん、後のクソもあれへんやないか。歌うのやったら、まあ音楽になったけどね、会場に。まあ歌いにくかったやけどね。え、どこまで歌ったんお前、マジで。え、どこまで歌ったかな。俺喋ってるしか記憶なかったわ。うん、ちょっとなんか赤ブラで歌えみたいになって、もう音だけええねんとか言ったよ。言ってくれて、うんうん、すごい浮かんだのがリゾナントブルだったの。しかもなんか切ない曲なのにすいませんでした。いや、すいませんあれ、ね、はね、ああいう場所でね、 やらされるのも困りますよね。はい。お、俺も喋りながら音楽うるさいな思って気になって気になってしやがなって。なんでこんなに BGM 流れてるんだろうとか思いつつね、これはやっぱりまあね、二人が門出で、うん、まあまあ綺麗な奥さんやったからね。綺麗でした。で、俺に名刺渡しちゃったのはお前の嫁の友達か、あれ電話かけなあかんねん、あれだと思います。それでな、太田の嫁はんの知り合い合コンに呼んでな、なんかこちょこちょすんのもな。なんかな。じゃないんですか。言われるやん、嫁はんにこんなこと言いよったとか、こんなこと言いよってきたとか、あの部屋に来いよとか言われたのよ、私って女すぐ言うやんか。エッチね、エッチしてしまうと自分の彼女やから、そんなこと言わないんだけど、なんか中途半端で終わるとすぐ友達に言うようなのが、さんまったらとか、なんかな、あれが恥ずかしいよね。恥ずかしいよね。あれが恥ずかしい。なんか、有効がわからないね。ああいうことを発表する子。でも女の子みんな言いたがりですよね。言いたがりだよね。うん、友達に喋りたくなる自分のこと全部。あ、女ってそういうもんやねん。見たテレビとかも全部喋りたくなります。そうか、そうか。自分のこと分かってほしいって思っちゃう。思っちゃうのが、そういう、要するに、ね、携帯に作ってあるから、守り、受け身の生活やから、自分のこと分かってほしいんだ、あれ。あと、その、共通の話題でなんか会話をしたいっていうか。そやねんな、語るのが好きっていうか。分かる分かる。そういうことや。女全般やもんな、あれ。なんで言うんだよ、あれ、ことこと。おー、だから、俺の友達に相談したりね、俺のことをね。いいのは今日わからないですよね、あれ。友達に相談する。だから、さんまさんとなんか付き合ってるんですけども、遊ばれてるんでしょうかとか、そんなの俺に聞けばいいやんか。聞けなかったね。それは友達に聞いたりしょるからやね。うん、わけわからへんね、あれ。まあまあな、しゃあないわな。東京都のさつま揚げの醤油炙りさんからです。12月11日、高橋と道重が、まだ紅白に。やっぱ紅白って言いたくないな、お前な。紅白に選ばれなかったことで落ち込んでいるらしい。仕方がない。ここは僕が励ましてやるか。ええか、12月24日には今年も明石家サンタがあるはずや。だから本番中に電話せ。モーニング娘。の高橋愛と、道重さゆみですけど、今年紅白に選ばれませんでした。といえば、さんまさんもヤンタンで落ち込んでいるのを知っているから、同情して金を鳴らしてくれるはずや。ただし、豪華商品がもらえるパネルを選ぶときは、ハズレと村上昌司賞と木田正夫賞だけは選ばないように気をつけろよ。また落ち込むことになってしまうからな。これ
電話かけてきたらいいのに、お前。電話したいです。クワク落ちました、言って。いいですかね。さすが舞さんだけ残ってクワク落ちました。カランコロン。事務所の社長に呼び出されとんじゃん。いらんところに勝手に電話するんじゃねえ、バラやろ、怒られる、絶対。でも電話かけたいと思ったこと何回もありますよ。でもお前ら不幸なことはなかったよね、今まで。そうですよね、考えたら。電話してもその、何を話そうっていう。そやろ、ないねん。電話かけたいだけやろ。そんなやつのせいで電話つながれへんねん、あれ。すいません。本当にかけてくるだけやっちゃうからね、かけてきたやろに、高橋いいですか、紅白流してくれた、タムさん、カランカランカランって、はい、社長に怒られるの覚悟でね。いやだ。でも車とかお前とんでもない商品当たるからね。車とか海外旅行とかすごいね。商品バッグとか。そうそうそう。これはもう楽しみですよね。さあ続いて道重。はい、山口県の何々さんからです。12月12日。あれはちょうどモーニング娘。が悪友さんのカバーアルバムをレコーディングしている時のことだ。庄司さん、それもうまく歌えないんです。と道重が暗い顔をして僕に言ってきた。結構難しい曲が多くて悩んでいるようだ。そうやなぁ、前にさんまさんも言うとったけど、他の人の歌はその人になりきってモノマネをするような感じでやってみるとうまくいくらしいね。そして1週間が経った。どうや道重、ちょっと上手くなったか。はい、庄司さんのアドバイスのおかげです。ちょっと聞いてもらってもいいですか。まずはピンクレディーからいきます。ピンクレディーのみーです。 K です。こんにちは、桜田涼子です。いやーん、リンダ困っちゃう。道重、さてお前、紅白の代わりに30日のモノマネ紅白歌合戦スペシャルのスペシャルへのソロ出演を狙っとるな。俺はもうお前も桜田淳子さんとかのモノマネとか知らんのか。わからない。こんにちはっていう、こんにちはっていうのが売りやった人やね。お前モノマネできんねもんな。はい。誰もできんねもんな。はい、ないですね。それもないの。ヨッシーができます。そんなもん。吉田は違います。あのマリオのヨッシーができます。どんなんや。ヨッシー。終わろう。はい。やったやった、エジナを癒せませんのコーナー。さあ、まあ、はい、ドラマ5話まで撮ったらしいけどね、はい、全然ドラマのね、鍛えた技を出してくれない、高橋17歳の役なんです。じゃあじゃない、失礼やないか、それ。ああじゃないの、失礼やろ。あえて。あえて話しに。さあ高橋から、はい、いきます。神戸市の白米ラーメンさんからです。やだ、大きい。何やねんお前。何や、恥ずかしいの。はい。あ、そうか。あれ早っ。めっちゃ早っ。めっちゃ早っ。めっちゃ早っ。恥ずかしいのは、ということはスケベってことだよ、お前が。あら。それで思われてもええの、そんな。スケベなんですかね。お前スケベや、絶対。あら。いや、あらじゃないじゃん、あの。大きい欲よつけろ言ってるよお前。セリフでわかるやろ、やってるドラマ。そんなね、お前カット割り多い監督やねんから。はい、じゃあよ。やだ、大きい。じゃあ、やだ、大きいわ。大きいとかどっちかね、お前。どっちかでポイント置け。はい、わかりました。大きいにポイント置いてみ。はい。やだ、大きい。あ、もう。はい、じゃあ、見つけよう。はい、姫路市のうさぎさんからです。一回だけだよ。一回だけだよ。はい。わかんないです。あかん、お前、それわかってないみたいな。わかんないです、わかんないです。ねえ。はい、わからないです。わからないって初めてすることや。なあ、なんか、やだ、やだ、一回だけだよって、もうそれ一回だけだよってことやからな。はい。まあ、やってみる。お前、やり直し初めてや。はい。一回だけだよ。あかん。はい。今日も共倒れや。あれ高橋じゃない。すみません。行きます。高橋のゼラチン体質さんからです。うん、サービスしてあげる。何お前舐めてんのお前は。なんでですか。お今日ギャラ安いけどギャラ高いですよお前。なんでですか。安いけどギャラ。なんと言え。はい。あれもう一回。はい。サービスしてあげる。お前殴るぞお前。だってちゃんと言ったもん。
ゲストに残んないぞ。はい。サービスしてあげる。あかん。お前もうこの番組、俺ちょっと NHK のドラマ出たよ、こうやって絵格好してたやろ。してないですよ。なってるよ、そうだ。この後の3人 NHK のドラマ出たことないことバカにしてるから。バカにしてないですよ。いつしました。僕出てますから。あすかあすか。テンドラ。すごい。なあ、すごいじゃないねん、もう。大事役ちゃうね。近所のおっさんの役やめて。はい、もう時間ないよ。はい、泉市のセンチさんからです。もっとゆっくり。ああ、まあまあや。うん。今日こんなもんや。おい。ここでリスの日のお知らせです。抽選でヤンググッズと本来なら三重親方のコーナーで真髄が出た際にプレゼントするはずだった三重さゆみちゃんが本番中に落書きした過去の Q シートを10人の方にプレゼントするヤンさんキーワードクイズのキーワードを発表します、はい、はい。キーワードはさんまさんが言うことを聞くのはバストが大きいお姉ちゃん、さんまさんが言うことを聞くのはバストが大きいお姉ちゃんです。応募方法はハガキにキーワードと名前、郵便番号、住所、電話番号、年齢をお忘れずにお書きになって、郵便番号530-8304 MBS ヤングタウン土曜日ヤンタンキーワードクイズ係までお送りください。なおプレゼントの応募はハガキのみとなっております。12月25日の到着分まで有効で、当選者の発表は来年1月10日のこの時間に行う予定です。たくさんのご応募お待ちしてます。早くって言う。電話番号に電話番号、住所、電話番号2回書いてきようぜ。無駄でした。無駄くちゃや。おい、仕事やろ、しゃあない。早く行かなあかんときは早く行かなあかんやないか。そうですね。これから気をつけてね、ほんとに。はい、気をつけます。というわけで、今夜のお相手は明石家さんま、村上庄司、モーニング娘。の高橋愛と、道重さゆみでした。また来週、さようなら。さようなら。Friend of mine, take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own